熊本地震によって大きな住宅被害を受けた益城町。わあ、結構この辺ひどいんだ。なぜ住宅はこれほどまでの被害を受けたのか。現地調査を行うといくつかの特徴が見えてきました。比較的建築年代の古いものが多いです。並んで軒並み倒れているというような地震は私の記憶するところではないですね。周期1秒ぐらいの強い揺れ、ある人たちはキラーパルスって言います。さらに熊本地震では国が定める耐震基準の本質を浮き彫りにするような衝撃的ともいえる被害も見つかっています。比較的新しい建物であれほど大きな被害を受けているというのはこれまでなかった、今回の被害としては象徴的なんだと思います。地震からどのように住宅を守るべきなのか。今改めて問われる住宅の耐震性の課題を探ります。熊本地震によって大きな被害を受けた益城町。木造住宅の専門家である京都大学の磯田教授は、地震によって建物がどのように倒壊したのか、その原因を探る調査を続けてきました。わあ、結構この辺ひどいんだ。ここは被害の集中した益城町役場の周辺です。この一帯では多くの住宅が倒壊しました。役場周辺は元々の町なので、そういう意味で言うと比較的建築年代の古いものが多いです。一番被害が大きいのはこれから行く県道の下の方ですね。調査の中で目につくのは建築年代の古い住宅の被害です。現地の住民は地震による被害の様子を目撃していました。もう割れがバーってもう走ったけんですね、立っとるわけがないです。もう立っとるわけがない立っとるがおかしかった。倒れた建物はやはり比較的古い建物が多くて、それらはもともと地震に抵抗する要素が少ないので、想定以上の地震力が来ると倒壊をしてしまうっていうのは明らかかなと思います。地震によって生み出された巨大な地割れ、この地割れは住宅地を貫きました。熊本地震は活断層によって引き起こされた内陸型の地震です。最初に発生したのは後に前震と呼ばれる日名宮断層帯を震源とする震度7の地震でした。この前震の直後に他の研究者に先駆けて現地調査を行ったのが建築研究所の土本さんです。益城町の、本震の前の写真があります、ここら辺ですけれども、前震直後の写真を見ると屋根の被害は目立つものの、倒壊するような被害は見当たりません。土本さんはこの時点では住宅に対する被害は少ないという印象を受けたといいます。今までいくつか地震の被害調査してますけれども、
まあ、今までの被害と同様っていうとちょっと語弊がありますけれども、まあ、今までの地震とそんなに大きく変わらないのかなという印象を持ってましたけれども。ところが土本さんが調査を終えたその日の深夜、2度目の震度7の地震が発生したのです。二川断層帯を震源とするこの地震は後に本震と呼ばれる震度7の地震でした。断層帯の延長上にある南阿蘇村に宿泊していた土本さんも地震の被害を受けました。私がいた部屋ですね、パソコンと書類が散乱してるんですね。自分の体の接しが効かない、まあ、床の上を転げ回っていたというような感じだったというふうに、覚えております。地震の被害が大きかった南阿蘇村、学生アパートが倒壊し若い命が失われたのもこの地域の出来事でした。そして大規模な土砂崩れにより阿蘇大橋も破壊されました。土本さんも前日にこの橋を通過しています。ここを通ったわけですので橋とともに川底っていう可能性もなくはなかったですね。本震後土本さんは再び益城町へ向かいます。そこには被害が拡大し変わり果てた町の姿がありました。本震前後の写真を比べると地震によって倒壊した住宅を確認することができます。そして土本さんが何より驚いたのは住宅倒壊数の多さでした。このように並んで倒壊っていうのは最近はあまりなかったですね。並んで軒並み倒れているというような地震は私の記憶しているところではないですね。益城町を襲った地震の揺れはどのようなものだったのか、名古屋大学の研究施設で当時の地震動を再現してもらいました。揺れを再現できる装置です。で今から、熊本地震の時の益城町役場の、基礎の揺れですね、役場の基礎の揺れを再現します。今だいたい6、70センチぐらい、揺れましたね。揺れの特に大きな部分、そこではおよそ1秒間の間に60センチメートル以上の揺れを引き起こしました。名古屋大学の福和教授は今回の揺れは阪神・淡路大震災の時の地震によく似ていると言います。これは1995年に発生した阪神・淡路大震災の地震映像です。地震動の波形を見るとおよそ1秒の周期で大きく動いていたことが分かります。この地震により古い木造住宅が数多く倒壊しました。古い木造家屋が一番苦手なのが周期1秒ぐらいの強い揺れ、これを、まあ、ある人たちはキラーパルスって言います。建物にはその高さや重さによってそれぞれ苦手な揺れが存在します。この模型は低い建物と高い建物を表したものです。低い建物が苦手なのは短い周期の小刻みな揺れです。それに対して高い建物が苦手なのは長い周期のゆったりとした揺れです。今回の熊本地震では古い木造住宅が苦手とする周期1秒前後の大きな揺れが発生しました。そのため人口の密集度が違うものの阪神・淡路大震災以来とも言われる住宅被害が引き起こされたのです。古い建物の方が耐震性が劣る場合が多いので
その古い建物の苦手な周期が来ると、そうすると被害が甚大になる。でこれが阪神・淡路大震災でも、それから今回の地震でも、多くの被害が出た一つの理由になったわけですね。益城町の被害調査を行うと、多くの住宅が倒壊する中で全く被害がない住宅も見つかります。あの建物は中まで確認をさせてもらいましたけど、中はもうほとんどひび割れなし。なぜここまで被害が違うのでしょうか。そこには住宅を建築する際の耐震基準の違いがありました。ね、こっち側は比較的古い団地で、こっちは新しい団地で、被害の予想が全く違うんですよね。やっぱり今の基準で建てられている建物っていうのは、まあそれなりに強く被害が出ないようにできてるってことですね。1923年に発生した関東大震災、この地震による甚大な被害を契機に、住宅が地震に耐えるための基準を法律で定めたのが耐震基準です。その後、耐震基準は1978年に起こった宮城県沖地震の教訓から1981年に大幅に改正されます。そのため1981年を境に、それ以前と以後で住宅の耐震性能が大きく違うのです。これは実物大の木造住宅を阪神・淡路大震災と同じ揺れで揺らした実験です。左は新耐震基準の住宅で、右は旧耐震基準の住宅です。2つの建物を同時に揺らすと、旧耐震基準の住宅だけが倒壊しました。福和教授は、旧耐震基準と新耐震基準では建物の構造が大きく異なると言います。古い家屋と新しい家屋、何が違うかというと、一つは屋根の重さ、もう一つは壁、筋交いの量の違いですね。これが人の命を奪うかどうかということに大きく関わるということが分かります。これは比較的良い家です。バランスよく筋交いや壁が入っていて、屋根が軽いんです。こんなに映ってもびくともしません。地震は住宅に横からの強い力を加えます。筋交いは柱を支え、横からの力を防ぐのです。最近流行りの太陽光パネルを乗せれば南側だけ重くなります。こういう南側が重くなるだけで揺れ方が少し変わります。重い側が揺れが大きくなります。例えばここの筋交いを取ってみましょう。そうすると揺れ方がねじれます。一瞬ねじれます。このままいくとどうなるでしょう。こういう家は結構たくさんあります。1階のお庭側が掃き出し窓で、南側の屋根に太陽光パネルが乗ってるっていう建物です。耐震基準、さらに柱や壁をつなぐ接合金物の利用が規定されていることも新耐震基準の大きな特徴です。例えばこちらに来ていただく、筋交い用のプレートがありますね。それからこれがホールダウン金物なんです。この柱が抜け出さないようにコンクリートの基礎としっかり結びつけられています。で、昔の建物は釘を使わないのがいい建物だって言われていたように、こういう金物があまり使われてなかったんですね。実は木造住宅にとって一番の肝なのは、壁の中の筋交いと柱と梁がきちんと接合されているかどうかとか、柱が基礎から抜け出さないかどうかということの方がはるかに大事なんですね。熊本地震の事例でも、
耐震基準で規定されている接合金物を使用せずに倒壊した建物が数多く見られました。あ、なんか比較的新しいな。確かになんかこう外れて落ちちゃったんですね、きっとね。筋交いのところに本来金物が入るんですけどね、斜めの材のところ、そこ何もないので。この建物は筋交いを金物で補強していませんでした。改修はしてるんですが、補強はその時に合わせてしなかったという、耐震の補強はしてないっていうことですね。旧耐震基準の住宅は新耐震基準に比べ地震に耐える力が半分程度しかないという試算も出ています。今回の地震によって住宅の耐震補強の重要性が改めて認識されました。こうアパートに住んでてね、お亡くなりになった学生もいらっしゃるじゃないですか。それが割とこう新しく見えるんですよ。だけど崩れてみると金物使ってなくて釘でしか止まってなくて、なんで綺麗にだけして耐震補強しなかったんだっていうことね。今回多くの被害を受けたものは何かっていうと、どこかで地震が起こると必ずと言っていいほど被害を受ける1981年以前の建物です。万が一でも地震が来て生活の基盤がなくなってしまうっていうようなことを心配されるんであれば、ぜひ耐震補強耐震診断という方に進んでいただきたいなと思います。実は熊本地震ではこれまで安全だとされた住宅さえも大きな被害を受けました。そしてその被害は改めて国が定める耐震基準の本質を浮き彫りにしたのです。木造住宅の専門家は熊本地震によってこれまで見たことがない住宅被害に遭遇しました。現行の耐震基準を満たした新しい住宅が大きな被害を受けていたのです。比較的新しい建物なんですが、被害を受けてしまって倒壊をしたという建物ですね。1階部分が完全に潰れ、2階部分が地上の高さまで落ちた木造住宅。この建物には接合金物がきちんと取り付けてありました。比較的新しい建物で、2000年以降の建物なわけですけども、そういうものがあれほど大きな被害を受けているというのはこれまでなかったものですから、今回の被害としては象徴的なんだと思います。なぜ国が定めた耐震基準を満たしたはずの住宅が被害を受けたのか。その第一の理由は、今回の地震が耐震基準の想定を超える地震であったためだと磯田さんは言います。新耐震基準の耐震性能を100とした場合、旧耐震基準はその半分程度しかありません。これまで日本で起こった地震の多くは60程度の強さでした。この場合、旧耐震基準は被害を受けますが、新耐震基準は耐えられます。ところが熊本地震では新耐震基準の想定を超える100以上の強さの地震が起こったのです。基準法で今建てている建物が倒壊に至るか至らないかギリギリの地震動だった、とにかくもう大きな地震動だったっていうようなことは、今分かっているところですね。そして第二の理由は、私たちが気づかなかった耐震基準の本質そのものに関わることでした。実は耐震基準はあくまで住人の命を守るための最低限の基準でしかないというのです。そもそも最低の基準を定めているものであって、これを満足すればどんな地震にも耐えられるってことは一言も書いてない。これは紛れもない事実ですから、建築基準法第1条のところにきちんと書いてあります。
耐震基準を定めた建築基準法第1条の中では、建築物の最低の基準を定めている点が明記されています。ですから、皆さんの命を絶対守りますなんて一言も書いてないんです。震度7まで守ってるような設計をしてるわけではない。結局今の法律で作っているものっていうのは絶対の安全を保障してくれていない。そういった発信を私たち専門家側がきちんとしてこなかったっていうことも、これはものすごく問題なわけです。磯田さんが制作した図を見ると、建築基準法が定める耐震性能と私たち住人が期待する耐震性能のギャップが見えてきました。耐震基準は住宅が完全に倒れてしまう倒壊を防ぐことに主眼が置かれています。なぜなら、たとえ住宅が大きく破損しても倒れなければ住人の命は守られるからです。一方、住人は住宅が壊れると住む場所や財産を失うため、被害をできるだけ防ぎたいと考えるはずです。しかし耐震基準は、住人が財産を失うような被害から住宅を守ることを保障する法律ではないのです。もうほとんど被害がないような状態を住んでられる方は、そういうことを望んでられると思うんですね。今回のような非常に大きな地震が来ると、大きく傾いたような建物ができてしまって、それで余震があるので怖いからって、もう絶対にはその建物には近づきたくないとかですね、そんな現象が起こってしまうわけですね。熊本地震で被害を受けた住宅も耐震基準は満たしていました。しかし、想定以上の地震が来た時に住宅の全壊を免れない場合があるのです。命は防げても財産は失うということも今回分かったわけです。さて、じゃあ我々はどうするべきなのか。想定を超える地震に対して住宅をどのように守るべきなのか。磯田さんは熊本地震の調査を進める中で、現在の耐震基準を目安にするのではなく、より強い住宅を作ることが大切ではないかと考えています。現在、耐震等級という住宅の耐震性を数字で表す制度が進められています。等級1は建築基準法の耐震基準と同程度、等級2は 1.25 倍、等級3は 1.5 倍の強さがあります。もしも熊本地震のような基準の想定を超える地震を受けた場合、各等級の住宅にどれくらいの被害が出るのかを推測すると、例えば 1.5 倍の強さの等級3であっても大規模半壊の可能性があることが分かります。この図が示すように、住人の要求レベルを満たすためには耐震基準に頼るのではなく、より高い耐震性を求めることが重要なのです。まあ、それよりもこうもっと性能高いのを作りましょうよっていう話です。でそんなこと言ったってお金がないんだよっていう話になると、こう困るわけですけども、実のところそれほどこう耐震性能にかかるお金っていうのは、あの割合としては多くなくて、建物全体の割合から見るともう 10% 以下、下手をするとまあ 1% 2% ぐらいで、それぐらいのコストで済むわけですから、まあそこを基準法論点ではなくて、もっと性能の高いものを作っていきましょうよっていうような発言を今させていただいています。2度も起こった震度7の地震は多くの木造住宅を倒壊させました。想定することができない地震に対して、私たちはどのように住宅を守るかが今問われています。私たち建築屋は大学に入った時に最初に学ぶのが、2000年前の建築家ウィトル・ウィルスの言葉なんです。今日なくして用なし、用なくして美なし、美なくして建築ではない。明快で昔から何よりも優先するのは強さである。そういった考え方は
今も生きてるかどうかを取り直す必要があります。かつて経験したことがない大震災、今後いつどこで起こってもおかしくない地震に対して、私たちは今回の地震での教訓を生かさなければなりません。